高橋一生の目が違う。角膜炎や二重で整形疑惑もびっくり。11月13日に放送された月9ドラマ民衆の敵に出演していた高橋和夫さんの目が違うと話題になっています。その後の情報では角膜炎が原因とも言われていますが、一部では二重のようになっていたため整形疑惑も囁かれています。高橋和夫さんの目が違うと言われる原因と真相に迫っていきます。高橋一生プロフィール。生年月日1980年12月9日出身地東京。事務所マイプロモーション。高橋和夫さんの生い立ちや家族構成が気になる方は、こちら矢印高橋一生の実家が破産、母親との確執と複雑な兄弟関係。高橋和夫さんのセクシーグラビア画像が気になる方は、こちら矢印高橋一生アナングラビア。画像が全部インスタでネタバレ。高橋一生の目が違う。11月13日に放送されたドラマ民衆の敵に出演した高橋和夫さんの右目に異変がびっくり。明らかにいつもの感じとは異なっていて、腫れぼったい感じの二重になっていました。これには高橋一生ファンや視聴者がすぐに気づき、ツイッターの投稿多数。やはり今年最もブレイクした俳優への注目度は高いなと感じますね。ファンの反応。ファンの方はやはり高橋和夫さんの異変に敏感に察知して、高橋さんの目を心配する声が多数上がっています。やはり皆さん高橋和夫さんの変化は見逃しませんね。さすがです。やはり昨年から今年にかけてブレイクっぱなしで、ドラマや映画に引っ張りだこだったために疲れが溜まっているのでしょうか。目が違うは本当。比較画像。今回目が違う。普段の高橋和夫。目が違うと言われていますが、普段の高橋和夫さんの目と今回ドラマ出演時の高橋和夫さんの目がどれだけ違うか画像で比較してみました。やはり画像で比較すると明らかに違うことがわかります。普段は切れ長のすっきり一重ですが、今回は腫れぼったい二重でかなり疲れ目な感じになっています。原因は角膜炎かびっくり。高橋和夫さんの目が違う原因ですが、今のところ角膜炎という説が濃厚です。角膜炎の症状からも当てはまるかと思います。原因、症状、治療方法を以下に紹介します。症状、白目が赤くなる、目がしょぼしょぼする、まぶたの腫れ。角膜炎の原因、目の解消、睡眠不足や目の酷使による疲れ目、免疫力の低下、ドライアイ。角膜炎治療方法、一般的には点眼薬による治療。
やはり昨年から今年にかけて大ブレイクし、ほとんど休みなしでドラマや映画に出演しているため相当疲労が蓄積しているのではないかと思います。今回の月9がクランクアップする年末は十分に休暇を取ってリフレッシュしてほしいものです。朝一に角膜炎で出演の過去も。今回角膜炎という説が濃厚という理由の一つには、高橋さんは以前にも NHK 朝一に角膜炎のためサングラスをかけて出演した過去があるためです。この際もツイッターでは今回同様に目の症状を心配する声が多数上がっていましたが、この時はサングラスをかけていたため高橋さんの目の症状がわからなかったですが、きっと今回のように二重になっていたのではないかと思います。整形疑惑。高橋和夫さんが今回目が違うと噂になった時に一部では目の整形疑惑が浮上しましたが、これは何の根拠もない単なる噂です。すでに超有名人の高橋和夫さんが一重から二重にしたら世間の人にバレるに決まってますし、もともと整った顔をしている高橋さんが目を整形する必要は全くないですね。花も整形疑惑がびっくり。高橋和夫さんの鼻に傷があるのをご存知ですか？この傷ですが、今も整形したのではないかと疑う人がいるのですが、実はこの鼻の傷は高橋さんが以前に鼻に粉こぶ、出来物ができてしまった木に手術した際にできた傷です。鼻にメスを入れて行う手術であったため現在も傷は薄くなったものの残ってしまっています。鼻の傷について詳しく知りたい方は、こちら矢印高橋一生の鼻の傷跡。理由が明らかに。まとめ。民衆の敵に出演中の高橋和夫さんの目が違うと話題になっていることについてお送りしてきましたが、いかがでしたでしょうか。やはり目の症状から判断すると角膜炎というのが最も妥当な見解かと思います。ファンも心配していますので、1日も早く治してほしいですね。